はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それでは超惑星戦記メタファイト、実況の続きをやっていこうと思います。前回はエリア5のボスを倒して、このエリア6にね突入したところなんですけれども、まあご覧の通りね、このエリアはまあ完全にね氷で覆われてますので、非常に足元が滑りやすいです。なかなかねこのメタルアタッカーの制御が難しいですね。これはどっちだろう、下かな、確か下で合ってると思います。あ、違いました上でした。今のは帰り道ですね。とりあえずこの地雷を破壊しまして、なかなかね本当に制御が難しいんですよね。これ上登れます？よし、まあ、ちょこちょこっと進みながら敵を倒すというね、まあ、いつものパターンなんですが、危ない、まあ、ちょうどここに2つあるので回復はしちゃいましょう。よしじわじわとねやりましょう。こっちかな。まあ相変わらずこの邪魔な芋虫くんがいるわけなんですが、危ないよ。このトゲトゲは別に当たっても確かダメージはなかったと思うんですが、まあ怖いんでね触んない方がいいですね。よ、ここはちょっとねパズル的な感じでこのブロックをね崩す場所も考えないといけないんですよね。フォーミングミサイルは73発、まあ一応回収しちゃいましょうか。いいよ、これ下に落っこっちゃうとね結構戻るのが大変なんで、なるべくね落っこんないようにしたいですね。いいよ、回復がなかなか出ませんね。よし、これで満タン。どっちだろう、こっちかな、下側に行って右ですね。危ない。出口があった。ここはなんだ、全然覚えてないんですが、とりあえずまっすぐ進んでいけばどっかしらにはたどり着くと思うんですが、危ない、回復は取らない方がいいですね。ここも下に落っこっちゃうとね結構戻るのが大変なので、よっ、これで満タンになりましたね。ちょっと今なんか画面が止まりかけましたね。結構ねこの隠されてるアイテムがあるんで、まあ、ちょこちょこね回復もしていきましょうか。あ、ほらついね暴発しちゃうんですよね。アイテムなんかあります？ないかな。あ、フォーミングがありますが、あれは無理に取らなくても OK でしょう。よっ、ここでもうとりあえず今99発ありますからね。あれ、あ、あったあった、ここに入りまして、ここはどうなってる、とりあえずあの敵を倒して、危ない、このトゲはね当然ダメージ食らっちゃうので微妙な操作が要求されますね。よいしょ、ここは怖いな、危ない。
ここはただまっすぐかな。このオレンジ色のブロックのところはね、滑らないんで、急にね、なんかあの操作感覚が変わっちゃったりもするんで、危ない危ない。ふう、よいしょ。もうちょいでボスだと思うんですが、結構このエリアも長いですね。あ、処理落ち。とりあえずガーッと上のブロックを壊しちゃって、よいしょ。ちょうどね、右向きと左向きで微妙にね、この打てる場所が変わるんで、うん、これで OK ですね。ボスはこの先かな。この巨大なね、この崩せる壁を壊していけば、あの扉ですね。あ、なんか壊し方間違えた気がしますね。よいしょ、これでいけるかな。よし、じゃあ降りて先に行きましょう。まあ、ここもね、この氷のところはスーッと滑っちゃうので、結構ここは難しいです。危ない。こっちかな。危ないな。ふう。とりあえず敵はスルー。ここはもうダメージ覚悟でさーっといっちゃった方が逆にね、早かったりもするんですよね。いた。まあ、若干武器のパワーは減っておりますが、まあ大丈夫でしょう。ここにね、かなりパワーアップが隠されてるので、まあ、体力は回復しておいて、あとは武器のパワーアップアイテムを探しましょう。どの辺だろう。あれ、ないな。武器のパワーアップがないとちょっと困っちゃうんですが、あれ、ないな。ないですね。ん？あれ？ないですね。困ったぞ。回復はまあいいとして、武器のパワーアップはありませんか。あった、まあ、この状態、あ、これですね。これで崩したい放題ですね。まあ、この右側というか、こっちにね、まあ、抜けられるんですが、こっちにもね、あの武器のアイテムはあるんですが、とりあえず今はスルーですね。倒せない。よし。この固定砲台は割とね、武器のアイテム出してくれるんで、うん、これで満タンかな。危ない危ないな。うわ、やってしまった。危ない。よし、とりあえず満タンを維持してボスまで行きたいですね。ん、なかなか倒せないぞ。もうちょいでボスかな。ここがボスですね。こいつはどんなやつでしたっけ。覚えてないですね。ああ、なるほど。なんか磁気狙いのね、この氷みたいなやつを投げてくるんですが、磁気狙いでもないか。危ない。まあ、この泡みたいなのは相殺が可能なので、まあ弾をガーッと打ちながら、
あの白い氷だけに気をつけてればそんなに強い敵ではないと思うんですけれど、うん、いい感じでなんかダメージも入ってますね。まあ、なるべく軸を合わせないようにして。危ない危ない。まあ、じっくりじっくりやっていきましょうか。ダメージが入ってないな。まあ、このボスもね、多分口のところが弱点だとは思うんですが、なかなかダメージが入りませんね。腕と弾でガードしちゃうからなかなか入らないのかな。お、いい感じ。危ない。まあ、じわじわとダメージを与えていけばそのうち倒せると思うんですけれど、あ、いけましたね。ふう、よし、これで OK ですね。では戻りましょうか。ん？あ、そっか、乗ってなかったんですね。よっ、邪魔ですね。よっ、帰り道というか第7エリアに向かうんですが、ここがさっきね間違えて入っちゃった場所ですね。かなりねショートカットができるんですよね。あとはガーッと左に戻っていけば多分大丈夫だと思います。ここかな。危ない。よっ、ん、ちょっとホーミングがうまく働いてくれませんね。わあ、危ない。これでエリア5ですね。まずは水中を経由して帰りましょう。こっちかな。で、このまままっすぐ行ったところかな。で、エリア4と、ここがね、まあ、さっきやった多分このゲームで一番難しい場所ですね。で、まあ、エリア4もさーっとスルーですね。あ、こっからはいけないのか。さらに先に進まないといけないんですよね。そう、さっきね、あのボスを倒したんで、あの壁にね、へばりつくことができるんですけれど、こんな感じでね、結構ね、このパワーアップを取ってしまうと、操作がね結構やりづらくなるんですよね。思いがけないところでね、なんか壁にへばりついちゃったりして結構大変なんですが、そして懐かしのエリア1ですね。73発、まあ、とりあえず先に行きましょう。からもね結構遠いんですよね。よし、まずはエリア2の方にね向かわないといけないんですが、危ない。でもこの一面の曲本当にいいですよね。結構ね、未だに人気があったりもしますからね。よっ、怖い。うわ無視しちゃいましょう。危ないな。うわ、取れるかな。ちょっと無理かな。
まあ、そんなにね、1面というかエリア1なんでダメージはねそんなに心配することはないんですが、ちょっとホバーをね取ってきたいと、ホバーじゃないや、フォーミングミサイルをね取ってきたいと思います。もう水中モーターがあるんでね、さーっといっちゃいましょう。うん、多分これで満タンになったと思います。そしてエリア2に向かいましょう。懐かしい場所ですね。よっ、ここはさーっと降りちゃいましょうか。危ない、ちょっと無駄打ちよし、それで次のエリアに行きたいんですが、どっから行くんでしたっけ。とりあえずまっすぐかな。あの壁にねへばりついて行く場所があるんですが、こっちかな。下の方だったような覚えがあるんですよね。危ないん？あ、こっちじゃないですね。一番下まで行かないとダメなのかな。うわ、アイテムはない。やばいやばい、無駄にダメージが 入ってますね。うわ、とりあえず地雷を破壊。ここかな、ここであってほしい。そして開封がちょこっと欲しいですね。あと90発、まあ大丈夫でしょう。多分こっちで合ってると思います。この先かな、ここですね。ここをガーッとね、このへばりつくアイテムで進んでいきまして、よっ、こんな感じかな。まだ先がありますね。アイテムとかなんかあります？特に意味はなかったかな。あ、とりあえずホーミングがあるんで回収しちゃいましょう。危ない。こっちの下はなんかアイテムがありましたが、まあ今は無視しちゃいましょうか。よっ、お、いい感じ。あ、ここっぽいですね。じゃあこの先に行きましょう。今19分ぐらい。まあとりあえず霧がいいので、今回はねこの辺で、一回撮影を止めまして、また次回ね、やっていこうと思います。はい、それではね今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね頑張ってやっていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。